ママ母の連れ子が元カノだったの1話を見たので、まあ連れカノについて少し語ります。まあ、この作品アニメが最近ラブコメで強いプロジェクトナンバー9っていうことで、でイラストはありふれた職業で世界最強とかの高焼さんですね。カンコレのスーヤの同人が好きです。でこの連れカノなんですけど、まあもともと格読むで連載されてたと、まあ、そういうことでまあなかなかまあ角川らしいって感じではあるんですけど、ただまあこうまあラブコメとしてきっちりやっていくって感じですね。あらすじとしてはまあタイトル通り中学時代に交際してたみずとくんとゆめちゃんがまあ、とりあえずまあいろいろあってまあ高校入る前に中学卒業する前に別れましたと。で高校に入るときに親同士で再婚した結果スローループみたいな感じであれ兄弟になっちゃいましたと。そういう感じでまた結局別れたはずなんだけど結局家族になりましたっていう。ということで水戸くんとゆめちゃんの恋愛頭脳戦が始まるみたいな感じでやっていく感じ。まあやっぱこう見てて思うのは、まあゆめがちゃんと、まあ、恋愛頭脳戦してくるっていうのがすごくうまいなっていうのと、まあ、ちゃんと家族としてやり直すっていう感じ。スローループに違うと、やはりこう、ラブコメっていうと結構、なかなか過去の因縁が、みたいな感じで、まあ、そこら辺過去の謎の因縁みたいなところで吹っかけてくるのは、まあ、リコリスリコイルやエンゲージキスと同じような形になってくるのかなっていう。じゃあ一番いいのはなんかツンデレ系のゆめちゃんがなんか昔どうだったのかっていうと、なんか回想で最後の方でいきなりジミー系の文学少女が出てくるんだけど、これがあやいゆめちゃんです。うん、まなんか昔なんか結局ゆめちゃんが結局いろいろと耐えてたのが悪いんじゃねえかっていう、そういう感じの話になってくるんですけど、ただちゃんとこう1話だけ見ても結構まあツンデレ系だから結構癒し系の度合いは薄いんだけど、ただちゃんとこう、まあ、結局家族になったんだから家族してやっていこうっていう、そういう感じのなんか密度のかっこよさと、ゆめちゃんの可愛さっていうのがちゃんと出てきてて、まあ、そこら辺のなんか距離感の詰め方っていう感じはなんかこう、プロジェクトナンバー9のラブコメらしいなっていう感じ。うん、まあ、プロジェクトナンバー9もいろいろあったけど、まあ、これ、とりあえずラブコメでや癒し系で勝負していくっていう感じで、まあ、前期だと日高里奈さんは幼女幽霊ちゃんをやってたけど、まあ、ゆめちゃんはちょっと結構、ギスギス系でもツンデレ系みたいな感じで、ただまあ総合的にはまあこう結構見れる感じではある。まあプロジェクトナンバーナインのラブコメらしいなって感じ。まあいろいろあってプロジェクトナンバーナインってこう最近応援してるアニメスタジオだから、まあこの作品ものんびりと応援していきたいと思います。まあ高木さんも結構好きだしね。以上です。